皆さんこんにちは。華やかできらびやかな世界である芸能界、しかし裏で暴力団とつながっているとの噂は古くから知られています。ということで今回は暴力団とつながりが噂される芸能人を12名ご紹介していきます。ぜひ最後までご覧ください。まず1人目は市川海老蔵。歌舞伎役者である市川海老蔵さんは2010年に西麻布の飲食店で半グレ組織関東連合に所属する人物から暴行を受け負傷した事件を起こしています。事件を受け傷害容疑で捜査が開始されましたが、どうやら市川海老蔵さんがトラブルの元凶を作ったと判明し、無期限の謹慎処分を受けることとなっています。当時かなりの力を持っていた半グレ組織関東連合を相手にトラブルになった市川海老蔵さんは、住吉会系の暴力団が仲裁したことによりトラブルを収めたと噂されています。一説によると市川海老蔵さんは酒癖が悪く、客とトラブルになるケースが多々あったため用心棒として暴力団の組員を雇っていたとされています。続いて2人目にご紹介するのは中居正広。元 SMAP の中居正広さんはジャニーズに入る前は地元で名の知れた不良でした。不良グループを結成しては他のチンピラと喧嘩する毎日を送り、この子は将来どうなるのだろうと周辺住民が心配していたほどだったそうです。SMAPのメンバーとして忙しい毎日を送るようになってからはやんちゃな一面は影を潜めつつあります。しかし不良時代から関わりを持っていた稲川会系の暴力団と今も仲良しとの噂があり、入れ墨が入ったがっしりした体格の男性と写真を撮っている画像も流出しています。3人目にご紹介するのは清原和博。元プロ野球選手清原和博さんは覚醒剤を所持していた容疑で逮捕され、その後使用していたことも認めています。プロ野球選手の頃から風貌がヤクザそのものだったことから番長とのあだ名がつけられていた清原和博さん、その当時から山口組と関わりの深い暴力団と連絡を取り合ったりする仲だったと指摘されています。どういったルートで覚醒剤を手に入れたのか詳しい情報は世間に漏れていませんが、暴力団が関わっているのはほぼ確実だとされています。続いて4人目は島田紳助。タレントの島田紳助さんは指定暴力団山口組の二次団体極真連合会との交際が明らかになっています。芸能界と関わりが薄い人でも暴力団とのつながりを少なからず感じている中、表沙汰になった珍しいケースです。事態を重く見た島田紳助さんは謝罪会見を開き、その場で芸能界を引退する旨を発表しています。続いて5人目は清水明。モノマネタレント清水明さんは暴力団が主催する宴会に呼ばれモノマネ芸を披露したと話題になっています。一般的な営業に比べ暴力団が関係する宴会での営業は桁違いに収入が良く、1回モノマネするだけで100万円が手に入ることも珍しくないそうです。もちろん信憑性に乏しい噂程度の情報ですが、テレビ出演の回数が少なく収入に困っている芸人が暴力団と関わりを持つ可能性は十分に考えられます。今回は清水明さんが例として取り上げられましたが、芸人の多くが暴力団の宴会で営業をしているともされています。6人目にご紹介するのは押尾学。元俳優押尾学さんは2009年に六本木ヒルズの高層マンションの一室で合成麻薬を服用しながら愛人と肉体関係を持ち、相手の女性が亡くなるといった事件を起こしています。亡くなった女性に罪をなすりつけようとした押尾学さんでしたが、裁判では実刑判決を受け芸能界から追放されています。この時使用された合成麻薬の入手先が暴力団ではないかと疑われており、ズブズブの関係が噂されました。服役中は職業訓練の教育を受けるなどし、芸能界への復帰はないと考えられるため暴力団とのつながりは不明のままです。続いて7人目は酒井紀子。アイドルで女優の酒井紀子さんは覚醒剤を所持していた疑いで逮捕されましたが、数日間逃走する前代未聞の事件を引き起こします。世間の関心がとても高く、とても可愛らしいアイドルで清純なイメージがあった酒井紀子さんの逮捕の裏には暴力団が関わっていたとの噂があります。酒井紀子さんの夫と知り合ったのも暴力団が大きく関係しているとされ、純粋だった酒井紀子さんは単純にかっこいいと感じたとか、イメージが地に落ちた酒井紀子さんは芸能界からほぼ追放されてしまいます。続いて8人目は北島三郎。大物演歌歌手北島三郎さんは古くから暴力団との関わりが指摘されていますが、芸能界で生きるため誰もそれを口にできないのが現状だとされています。
若手の頃は暴力団からの誘いを受け、収入の多い営業を回らせてもらったことで今の自分があると強く認識しているとされ、現在でも様々な形で援助をするなどズブズブの関係を持っていると言われています。また北島三郎さんのみならず、激動の昭和時代を駆け抜けた大物演歌歌手の多くが暴力団と関係を持っているとも噂されています。9人目にご紹介するのは郷ひろみ。新御三家の一人郷ひろみさんは20代前半からスター街道を突き進み、当時の女性を熱狂させた芸能人です。とても爽やかなので暴力団とは一切関わっていないように感じますが、実は蜜月な間柄だと週刊誌などで取り上げられています。順風満帆な芸能生活を送っていたわけではない郷ひろみさん、厳しい時代にサポートしてくれたのが暴力団の関係者でした。そこで感じた恩を忘れることはできず、さらに恩をあだで返すには相手が怖すぎるため仕方なく関係を続けているとの声もあります。10人目にご紹介するのは EXILE。 ダンス&ボーカルグループ EXILE は暴力団との関係が常に噂されています。彼らのグループを結成するのに協力してくれたのが暴力団で、芸能事務所などに脅しをかけてテレビ番組への出演回数を増やし知名度を上げ、さらにはレコード大賞を買収し裏で印象操作までしていたとされています。 EXILE がいくつもグループを作れるほど巨大化し収益を叩き出すようになれたのも暴力団の影響が強いと言われています。続いて11人目にご紹介するのは美空ひばり。昭和の歌姫美空ひばりさんは莫大の収益を出した芸能人の一人ですが、それだけに多くの危険が彼女を襲いました。マスコミに知られていないところで命の危険もあったと言われている美空ひばりさんを助けたのが暴力団関係者だったとのこと。用心棒のような役割を持っていたので、彼らに守られながら美空ひばりさんは安心して芸能活動を続けられたと言われています。そして最後にご紹介するのは国生さゆり。女優国生さゆりさんは元夫が暴力団関係者であると噂されており、そのため本人も何かしらつながりがあると指摘されています。結婚する前に暴力団の一員であると隠し通せたとは思えず、国生さゆりさんもその点は了承しての結婚だったのでしょうか。しかし性格の不一致が原因で離婚をし、今も暴力団と関係があるのかは分かっていません。ということで今回は暴力団との関わりが噂される芸能人をご紹介していきました。皆さんからのご意見ご感想をコメント欄でお待ちしています。それでは。